こんにちは発表を始めたいと思います私は LINE プラスのヨン・チャです LINE アドロイドチームでは昨年7月からア,ップルアプリバンドルを導入してアプリ開発を進めています1年ちょっと経ちましたが LINE アドロイド CI にアプリバンドルを適用して経験したことを皆さんと共有する時間としたいと思いますこのような順序でセッションを進めていきます アプリバンドルとユニバーサル APK に対する簡単な紹介、そして LINE アドロイド CI システムでアプリバンドルに対応するためにどのような作業を行ったのかをお話しし、CI システムに適用したときに発見したいくつかのイシュー、その解決策を共有したいと思います。アプリバンドルは Google Play s t o でデプロイするアプリをアップロードするための形式です。 これ自体は Android デバイスにインストールではなくて Google Play を経て Split APK という形式で変換され Android デバイスにイン,トロインストールされます文字通り細かく分かれている APK の集合であって端末の構成つまり CPU の種類や画面の密度開発者が任意に分けたダイナミックフューチャーなどの基準によって分けられますこのような機能を使うには Android Gradle、well、プラグインが 最低3.2以上使用する必要がありできるだけ最近のバージョンを使用することをおすすめしますところで基本的には Google プレイを経なければ実機にインストールできずバンドルツールというものを利用すれば Google プレイストアを経なくてもスプリット AK に変換することはできますがとても面倒ですだからアプリバンドル自体は社内でプロには向いていませんそれで LINE アンドロイドチームは 社内デプロイ時にアプリバンドルではなくユニバーサル APK という形でデプロイしますユニバーサル APK はアプリバンドルから生成できますがスプリット APK のように分かれてではなくてすべての機能が1つの APK バイナリーに含まれます。ですから Google プ a イを経なくても簡単にバイナリーを共有できます。 しかし実際にデプロイされるアプリの大きさを推測できずいくつか細かな設定が実際のデプロイと異なることがあります。Android 開発者の文書にはユニバーサル APK を作るときにバンドルツールというツールを使って生成できるとありますが Android グラドルプラグインで直接ユニバーサル APK を生成することもできます。スライドのようにパッケージ ビルドバリアントユニバーサル APK というグラドルタスクを実行するとビルドの結果としてユニバーサル APK が生成されることが確認できます。ラインアノロジーチームではさまざまな CI システムを運営しています。主な目的に応じて次の2つの CI システムがあります。開発者がソースコードの変更を作ったときに変更を適用してもデプロイに問題がないかを確認する。 フルリクエスト、つまり PR に対する検査を進める部分があり現在のソースコードを利用してアプリをビルドしてバイナリをデプロイするリリースパイプラインがありますこのうち PR チェッカーではソースコードからアプリを生成しアプリの各機能に対する動作確認のためにユニットテストを行いコードスタイルと開発者のミスを予防するためにリント検査などを行います そしてリリースパイプラインではアプリバイナリビルド後、社内または Google Play Store でバイナリをデプロイしますが、同時にユニバーサル a p k またはアプリバンドルを生成し、社内でプロイのレポジトリ、そして、えー、Google Play にアップロードします。それぞれの CI 作業で使うグラドルテスクがアプリバンドルの導入前と後、どう変わったのか整理してみました。 アプリバンドル導入前は APK ファイルを生成するためにアッセンブルタスクを実行しユニットテストとリントをアプリモデルルールに対して実行していました導入した後はユニバーサル APK とアプリバンドルファイルを生成するためにバンドルタスクとユニバーサル APK パッケージングタスクを同時に実行するように変えて ユニットテストはアプリモジュールの他に追加されたダイナミックフューチャーに対するモジュールのユニットテストも含めて実行するように変更しました。リントの場合は AGP3.6 まではモジュールごとに明示的に実行する必要がありましたが AGP4.0 からはアプリモジュールに対してリントを実行すればアプリに含まれるダイナミックフューチャーに対するリント作業が全て含まれて行われます。皆さんも 今後アプリバンドルを変更すする際ににご参考にしていいただければと思いますアプリバンドの適用して経験したさまざまなイシューのうちのいくつか共有したいと思います。画面のイシューはユニバーサル p k をデプロイし,てしようとして最初に発生した問題です。ユニバーサル p k を生成しようとすると上のようなエラーが発生しました。 ダイナミックフューチャーとベースアプリモジュールに含まれたデスバイトコードを統合する途中で発生しましまた。このエラーメッセージはデックスバイトコードのうちモジュールに重複するメソッド名があったことから生じたものですがこのシンボルはアプリ開発者が生成したのではなくて R8 コンパイラーで任意に入れておいたものですのでソースコードの修正では解決できない問題でした。 なので Google が運営しているイ周トラッカーにこの問題を登録してなぜこういうことが起きたのかを簡単に説明を追加しておきましたそしてこのエラーの原因が AGP に内蔵されたバンドルツールでそのシンボルを処理できないということが分かって原因が明らかになったのでバンドルツールのバグが修正されました修正されてもバグ修正が含まれた AGP がすぐにリリースされるわけではないので AGP に組み込まれたプラグバンドルツールの代わりに最新バージョンのバンドルツールを作る使うようにビルドスクリプトを修正して適用する必要がありました最新のバンドルツールを適用するにはグラドルスクリプトのうち AGP を積載するクラスパスを宣言する部分がありますそのすぐ下に最新バージョンのバンドルツールを積載するようにスクリプトを追加すれば OK です次はユニットテストに関するエラーです ダイナミックフューチャーのイニットテストを実行するとクラス NotFoundExpression が発生します。テスト遂行に次のようなエラーが発生します。本来なら AGP 内部でダイナミックフューチャーが参照しているアプリのクラスを積載できるように環境を整える必要がありますがこの機能が正常に動作していません。なので強制的に全てのダイナミックフューチャープロジェクトに対してそのクラスを積載するように ルートプロジェクトのビルドスクリプトにウォークラウンドを追加しておきましたこのエラーは AGP4.1 に修正されていましてもはやこのようなワークラウンドは必要ありませんですがもし今後皆さんが AGP のバージョン以前のバージョンを維持することが必要であればご参考になるかと思いますアプリバンドルのイシューを見てきましたが思ったよりもいや様々なエラーがありました おそらく Google がそれぞれの CI システムに対して予想してもなかった様々な要求事項を受け入れられなかったために発生したと思います。ですがほとんどの場合、Google や他の開発者の協力によって解決できました。皆さんももしエラーを発見したら、イシトラッカーに共有して他の人も確認できるようにしていただければ、えみんなでこのエラーを解決するのを助けてくれると思います。 また再現可能なサンプルプログラムのソースコードを共有するとエラーの解決にも役立つと思いますそしてグラ,グ,グラドルプラグインのソースコードはほとんどオープンソースですから問題の原因を一緒に探して解決することもできますさらにデブデイのもう一つのセッションであるモジュール化されたアプリに対するモデルケースという発表もありますので一緒にご覧いただければと思います その他にも Google が提供しているさまざまな文書一週トラッカーを確認することで、皆さんがアプリにアプリバンドルを導入する上で参考になると思います。以上で発表を終わります。聞いていただきありがとうございました。